シリーズということで、本日は第1回目ということで、はい、まずはミニ楽器との出会いを今井明さんにお伺いしてみたいと思います、はい、出会いはどんな形でしたか？出会いはアトリエピアノピアさんが金魚オルガンっていうベビーオルガンですね、小さい手で持ち運べるオルガンを貸していただいて、それで弾いたらすごく音色が優しくて、で、まあ、工房に来るたびに他の、オルガンですとかとうとうこんなちっちゃなピアノまで見せていただいて、まあ、一台一台個性がすごくあるので、そういうところに心惹かれていってます。へえ、素敵ですね。久保さんはどういう出会いですか？はい、僕は、いろんな楽器をやるんですけど、まあ、ピアノとかチェロとかシンセサイザーとかやるんですけど、ライブするのになんか軽くて持ち運びができる、鍵盤が欲しいなと思いまして、はいはい、でなおかつアコースティックのシンセとかじゃなくて、シンセだったらちっちゃいのはねいっぱいあるんですけど、なんか持ち運びできて、かつアコースティックのね木のぬくもりを感じられる楽器が欲しいなって思った時に、なんか金魚オルガン、先ほど、ね、出していただいた金魚オルガンの写真を見つけて、いや、なんだと思いまして、なんかそのスタイルっていうかね、そのデザインからちょっと驚いて、惹かれまして、はい、で、入手したのが、まあ、数年前入手しまして、でも、すごいボロボロだったので、ならない音とかも、ね、いくつかありましたので、自分でいろいろ。もう自己流ですけど、修復して、で、まあ、一応なるというレベルにはあればなんとか持っていってから、でいろいろ触っているうちに、なんかその金魚オルガンの魅力にちょっと取りつかれまして、はい、なんかこう鍵盤のようで鍵盤ではなく管楽器のようであり、みたいな。リードが入ってますか ね、 ね、中がね、リードで結局中に管楽器奏者がいっぱい、ね、中に入って小人さんが入ってるみたいなイメージで僕は思って、でなんかこう、まあ、自分のチェロを弾くので、チェロだとこう一音一音こう表情をつけれるんですけど、ピアノはどうしてもカーンってやったらもうあとはこう放つというか、打楽器ですね、打楽器のような、その後の音っていうのはどうにもできないんですけど、なんか金魚オルガンはこう空気の量をコントロールすることで、表情がつけてたので、その辺からすごく魅力に取りつかれて、うん、で、この世界に出会い、そんなことをしているうちにピアノピアさんに出会いまして、で初めて数ヶ月前にお邪魔してちょっと感動しまして、うん、自分の金魚ポルナのはすごいリアやと思ってたんですけど、いっぱいありましたんでそれでどっぷりこの世界に入ってきたという、そんな感じです。